国鉄キハ185系機動車、心座四国都佐時代の夜明けの物語四国都佐時代の夜明けの物語は、四国旅客鉄道が高知駅久保川駅間を土産線経由で2020年7月4日より運行している特別急行列車、観光列車である。伊予な物語、四国真ん中千年物語に続く JR 四国の観光物語列車の 第3弾として2019年2月5日に発表。2020年7月4日より運行している。運行区間の高知駅久保川駅間では2017年から2019年まで、土佐の維新の指示がラッピングされた、トロッコ列車、心し国高知幕末維新号が運転されていた。心し国土佐時代の夜明けの物語は、心をしをぐ。 明日への物語未来夢見し水平、の花の手へをコンセプトに、幕末維信号に引き続き坂本龍馬や中岡、慎太郎ら土佐の幕末の志士と偉人を支えた女性が、活躍した歴史、四国山地と太平洋に囲まれたスケールの大きな、高知の自然、土佐流おもてなしを体感できる列車である。車内では、他の物語列車と同様に、地元食材を使用した食事の提供、 専属アテンダントや沿線住民によるおもてなしを受けられるほか、幕末移信号に引き続いて特定日のみ、高知県立医の商業高等学校キャリアビジネス化、ツーリズムコースの生徒や高知大学の学生ボランティア等による沿線ガイドも実施している。他に、2号車カウンターでの軽食、ドリンク、グッズ販売のほか、ワゴンによる車内販売も行われている。カウンター、 社内販売では、現金のほか電子マネーであるペイペも利用可能。運行開始から1年間の利用者は1万269人で、乗車率は75%となっている。金曜、土曜、日曜と祝日に、高知駅久保川駅間で一往復運行されている。高知発の下り列車の愛称は、立志の章、久保川発の上り列車の愛称は、開花の章である。 車内での食事は、幕末維信号の弁当も担当していた、料理店による伝統郷土料理、皿鉢風創作料理、運転沿線地域の一品を使用した、土佐流おもてなしコース料理が販売される。特急列車、かつ全席がグリーン車指定席となっているため、利用には、高知駅から土佐倉駅、または、久保川駅までの乗車券のほか、特急券、 指定席グリーン券が必要である。したがって、土作暮駅久保川駅間のみの乗車はできない。また、食事のサービスを受ける場合は、別途食事予約券が必要である。乗車の際には食事もセットで申し込んでもらうことを前提としているため、他の物語列車同様に、特急券、グリーン券は E5489、駅、e、ネットといった、 インターネットサイトでは取り扱っておらず、リアルタイムでの空席状況の確認や特急券、グリーン券の購入は、緑の窓口とオペレーターとの対話機能が厚いた指定席券売機でのみ可能となっている。地元のシェフによる地元の食材を使った食事を提供するサービスがある。ため、本列車については、食品やペットの持ち込みは禁止とされている。 また、食事のサービスを受ける場合は、当列車の特急券、指定席グリーン券を提示の上で別途、食事予約券の購入が必要であり、乗車日の4日前までに購入する必要がある。食事予約券は、JR 四国のほか、東日本旅客鉄道、西日本旅客鉄道、九州旅客鉄道管内の緑の窓口と一部の大手旅行代理店でも発売する。 2021年10月から12月までの四国デスティネーションキャンペーン期間中は、高知駅と桜塩鉄道5面、那覇線、那覇駅間でも運転される。運転日は原則毎週金曜日。通常運行と異なり、切符ではなく旅行商品としての販売となり、従って、当該列車は団体専用列車となる。 高知駅と桜駅、久保川駅また、以下の駅でも運転停車を行い、駅によってはホームに降りることも可能。キハ185系機動車を改造した二両編成が使用される。1号車の愛称は黒船、2号車の愛称は空船である。デザインのコンセプトは文明開化ロマンティシズムで、ヘッドマークは船の舵、坂本家の家紋を模した組合カード。 時代を刻む時計をモチーフとした太陽を表すデザインとなっている。車内インテリアのデザインは黒船は大会を行く蒸気船をモチーフに19世紀末芸術をイメージしたデザイン。空船は未来への夢をコンセプトにしたレトロ SF 小説で描かれる空想科学上の宇宙船をイメージしてデザインとなっている。定員は1号車、黒船28名。 2号車、空船19名、合計47名である。1号車は、と差弁で宴会を意味する言葉、お客をイメージした対面座席となっており、3名から4名で利用できるボックス席と1名で利用でき誰とでも交流することのできる高知家の団覧シートがある。2号車は、全席が窓向きの座席レイアウトとし、1名から利用できる。 久保川改造とともに、高知運転所に転属している。ありがとうございます。